皆さんおはようございます。立山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております。立山市議会議員の室敦美でございます。日曜街頭演説、今日で152回目になります。今日は南房総市の方では市長選挙、市議会議員の選挙投票日となっています。お知り合いの方でがいらっしゃいましたら、ぜひ投票所に足を運ぶようにお伝えいただければと思っています。今日は今日の某日新聞で私が投稿した和田さん講演でウクライナを思うというのが掲載していただきました。このことについてウクライナに関する考え方を、お話ししたいと思います。今まであまり、ロシア、ウクライナのお話については、自分の考えというのは特に私はコメントしておりません。なかなか、難しい問題、かなり込み入った問題でもありますし、自分の理解がきちんとできていないことについて、これこうすべきだとか、ああすべきだとか、そういったような主張することを私はちょっと危ないなということを思うたちなので、なるべく、いろんな情報をまずは拾うことが大事かなと思っているんです。で、そういうふうに思っていたところ、某日に載ったと思うんですけど、和田太一さんの講演会がある、ウクライナ支援講演会をやるという案内をいただきました。それで、和田太一さんというのは、私も何回も紹介していますが、立山出身で、和田眼科の息子さんなんですけれど、世界中を本当に飛び回っていて、いろんな事業を各地でやっています。そのため世界的な視野、いろんなことをいろんな観点から見れる人ですし、実際にウクライナあるいは周辺に友達もたくさんいらっしゃる。そして何よりとても温かい人柄ということもあります。某日新聞で連載をご覧になった方もあると思うんですが、今回も、ご自身の視点で今まで、ウクライナや隣国に訪れたことがあるその写真とかですね、そういった身近なことで語っていただいている、そういう語り口もすごい大好きなので、この機会にと思って行ってきました。この主催は立山の国際交流協会というところがやっておりまして、こうした形でも国際交流につながるっていうことも素晴らしいと思いました。で、和田さんは実は本当に世界中何度も何度も世界をぐるぐる回っている方なので、この日もシカゴからネットで配信という形を撮っていました。そして、いろんな自分の撮った写真から見えることをお話しくださって、土日新聞は紙面の都合で私もあまり書けなかったんですが、ことも少しお話したいと思います。紙面にも書きましたが、例えばスイスでウクライナの国旗の写真を示して、永世中立国、どこにも旗入れしないと言っているスイスでさえウクライナの旗を掲げている、それぐらいの今状況でみんながロシアを非難している、ウクライナ侵攻に関してはそういう状態だということ、あるいは、とっても攻撃が激しいマリウポリというところに昔行った時ののどかな風景があったんですが、それでもそこは、戦闘がずっと続いている地域で、マクドナルド、資本主義の象徴みたいな悪く言われることもあるマクドナルドでさえ、マリウポリの人は平和の象徴だから進出してほしい、そんな思いを抱くほど平和を求める声がとてもあるような、そういう戦闘の絶えない地域だというお話でした。一方でウクライナ、ロシアというとなかなか遠い国で民族的にも違います。日本は単一国家ですから、比較的価値観が似ている人たちがいるので、理解がしやすいんですけれども、私たちの常識ではなかなかわからない、そんなこともたくさんあります。こんだけロシアが悪いって言っているのに、なんで、エリツィン、今エリツィンの時代の変わって、プーチンが
支持されているのかという話もありました。エリツィンの時は、経済がガタガタだったんですけれど、プーチンがすごく経済に力を入れて、ロシア国民の年収も上がったりとか、そういう生活が良くなったということで、プラスに思っている人もいるということです。また、クリミア半島に関してはロシアを支持する方も多いのはなぜか、まあ、そういったことをお話しされていて、ウクライナの中で、まあ、クリミア半島は、観光地ですのですが、ウクライナに支配され、ウクライナの領土になっている時には、まあ、ウクライナはそれほど、まあ、裕福な国ではないので、なかなかクリミア半島に力を入れることはできなかったんですが、ロシアが、ここを支配するようになると、意図的にロシアの公務員の方が、夏休み他のところには行くな、クリミア半島に行けという指示があって、みんながクリミア半島に出かけて観光産業が潤った、まあ、そういうことで住民の方は感謝している面もある、まあ、そんなようなエピソードも聞きまして、まあ、一筋縄では理解が難しい、そんな、問題だなということを改めて思いました。で、皆さんウクライナ支援講演会ということで、何かできることはないのかって思っている方がたくさんいらっしゃって、まあ、そういう方が来ていたと思います。で、そのことを質問しました。まあ、ウクライナ支援というと難民をどう受け入れるかとか、そんな話もなるとは思うんですが、まあ、太一さんがおっしゃるには、まあ、ウクライナ出た人も難民と言われる人も自分の家族を残している人も多いですし、いずれはなるべく早く帰りたい、まあ、そんな人が多いことから、遠い国である日本に来たいっていう人はそれほど多くはないのではないか、だから一生懸命無理して受け入れをどうするかっていうことを考えても、多分人数的にはそれほど日本に来たいっていう方が多いわけではないかなっていう気もしました。まあ、その一方で、あれだけ国が破壊されてしまったので、それを立て直すにはかなりの、お金がいることは絶対に間違いないということで、やはり、まあ、一番嬉しいのは今少しでも資金的な援助ということなのかなということを思いました。まあ、そこで皆さんも、まあ、ウクライナ支援講演会ということで募金集めということで協力された方もたくさんいらっしゃった、まあ、そんな機会を得られまして、非常にありがたかったなと思ったので、早速そのことを毎日新聞に今日は書かせていただきました。もう一つ、東京大学の入試の祝辞の中で女性監督の川瀬直美さんが発言した言葉がちょっと注目というか批判されている方もたくさんいらっしゃるようです。どういうことを、私もそれネット配信で実は見ておりました。川瀬さん言葉をすごく選びながら、お話しされていて、でメディアで取り上げられているのは、ロシアという国を割り物にすることは簡単である、まあ、そこが取り上げられていました。で、彼女が言っていたことは、まあ、そういったロシアが悪くないって言ってるわけではないんですね。ロシアが悪いっていうことは多分皆さんそう思っている、だけれどもロシアが悪いっていうことだけで、考え思考停止、あるいは、まあ、そういう一方的な気のつけではなくって、もっともっと深いところにあるいろんな事情を考える必要があるんではないか、まあ、そんなことが言いたかったのかな、一方的な側からの意見に左右されて本質を 見誤ることがないか、まあ、そんなことを自分自身にも問いかけている、そんな語り口でした。私は、まあ、東京大学に入学する学生ということはいずれ、世の中を動かしたり会社やあるいは国のトップに立つ、あるいはそういった方が多く輩出されることが期待されているので、まあ、そういうリーダーになる方に視野をもっと広げて、いろんな多様性のあることを考えてほしい、まあ、そんなことだと受け止めました。以上、
今日の街頭演説でした。また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。